はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルムシです。今回はコンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。前回はウルトラセブンがウルトラアイ、これを奪われてしまったので奪還を行いました。その報告から始めていきましょう。ウルトラマンにね、変身できなくなってしまってたんですけど、取り返しましたからね。ではキャップのところに行きました。ご苦労だったハヤタ。村松キャップ、お話があります。誰かね、どこから話している。まあそうなりますよね。ハロ9000がいきなり話しかけてきたら、なんだなんだとはなりますよね。この丸いのが君は誰だの。私はハロ9000で総司令官を務めさせていただいているネットワークコンピューターです。これは私の端末に過ぎません。唐突ですが、早田さん、我がゼウスにスカウトしたいのです。お許しいただけますか。早田、君はどうなんだ。僕はゼウスに入りたいと思っています。もちろんキャップが反対されるのであれば諦めます。いいだろう。君のような優秀な隊員を失うのは辛いが、今は世界中が大変な時、頑張りたまえ。おお、ハヤタがゼウスに加入か。パーティー的にはね、ハヤタが入る、まあ、スペースはギリアムが今離脱してるのであるといえばありますもんね。ハヤタは一度ゼウス本部に行くため離脱ですね。これからどうするんだ、ハロ。ついさっきロゼール市で建設中の海底都市にテロ組織ゴッドから爆破予告が入った。今度はじゃあこのロスウェルに向かうことになりそうですね。さて、ではロスウェルへ向かいましょう。で、本郷先輩いつここへ。光太郎が来ましたね。これ光太郎が合流するパターンだわ。とりあえず頭なやつだな。鳥頭なやつだなですね。ロスウェルには X ライダーがいるんだ。もうされたのか。じゃあ行きましょうか。ロズウェルへ向かいます。ここにカイがいますね。話しかけてみましょう。よう、またあったな。面白い情報が入った。アクシズでクーデターの動きがある。軍の一部がそんな動きを見せているらしい。俺はこれからアクシズへ行ってみる。うまくクーデターの瞬間にでも居合わせりゃピレッツァー賞者だぜ。なるほど、アクシズも登場するんだな。これは楽しみですね。ではロズウェルへと向かっていきます。まあ、あの動画の中、あるいはツイッターでも報告したんですけど、子供がね、生まれまして、なかなかまとまった時間をゲームに割くことができないんですが、まあ、ゲーム自体は僕のね、ライフワークでもあるので、これからも続けていきたいなと思うんですけど、そんな中ですね、Move to Earn とか Play to Earn とかっていう類のゲームであれば、まあ、ちょっと実況とかする類のジャンルのゲームではないんですけども、まあ、やれるかなと。子供がいても隙間時間でやれるかなと思って始めてまして、まあ、いくつかご紹介するとですね、ステップンっていうね、これ歩いたら歩いた分だけ、まあ、仮想通貨がもらえるよと。で、ゲーム要素としてはですね、まあ、スニーカーの収集だったりとか、まあ、そういうゲーム要素がある。ステップ。あとはですね、マイリッチファームっていうゲーム。これはですね、まあ、箱庭系のゲームなんですかね。これも自分の農場を持って、その農場で収穫したものを、まあ、仮想通貨として受け取るっていうようなゲームになっています。まあ、もしね、興味ある方いらっしゃったら、まあ、僕のツイッターか、もしくは、今、ご紹介したね、ゲームの名前で検索等していただければと思います。というところでロズウェルに到着しました。まずは、じゃあこのロズウェル探索していきたいと思います。ロズウェルのショップですけども、プラズマリングが売ってるので、これ買いましょう。これ、セブンに装備させたいと思います。装備で、ウルトラセブンにスペースリングからプラズマリング。だいぶ攻撃力上がりますね。セブンはね、
ヒットポイントは高いんですけど、攻撃力がちょっと弱くて、アタッカーとしては、十分ではなかったんですが、このプラズマリングでだいぶ火力が出そうですね。ライダー1号もフルメタルグローブ使ってるし、あとはそうだな、スペシウムマウントあるいはこのガンダムシールドのアップグレードを試みましょうか。何かあればというところですけどね。ゼータシールドか、もしくはこのメタリウムマント。どっちがいいかな。とりあえずそしたら売りましょう。スペースリングを売って12000。12000で買えるもの。マーク2のシールドと、エベリウムマント。これ2つ買うのが、一番いいかな。2人に、まあまあの装備を買ってあげるっていう感じかな。本当だったらね、一番いい装備を渡してあげたいんですが、まあ残念ながら、ちょっとお金不足ですね。ガンダムシールドからマーク2シールドで。で、A7 はスペシウムマントからエメリウムマウント。コウタロウはすでに力のマフラー装備済みですね。ポンゴも力のマフラー装備済みです。力のマフラーは今買える、中でもね、一番高価な防具になってますので、ライダー系に関してはね、これでいいと思います。その他このロズウェルでは特に探索しても出てこなかったので、このまま爆破予告が出てる海底都市へと向かいましょう。一直線の道路を海底都市へと向かいます。もうここがダンジョンになってますね。ショッカーの戦闘員が S から0、そして P へと変わりましたね。まあ、特に警戒するような相手ではなさそうなので、このままこの海底都市のダンジョンを進んでいきまーす。誰かいるぞ。誰だ。ジン、本郷先輩、それに光太郎も助けに来てくれたのか。うむ、ゼウスのメンバーとして協力に来た。テロリストどもの様子はどうだ。それが変なんだ。テロリストは GOD の奴らだとばかり思っていたのに、怪獣や宇宙人、モビルスーツなんかも混じっている。これ完全にガンダム、ウルトラマン、仮面ライダーのコンパチ系の内容ならではですよね。これまでテロリストたちは互いに嫌い合っていて、抗争を繰り返していたはずなんだが、ここ数日のこと、彼らが結託し始めたということですね。僕はこれから別の基地へ行く。アポロガイストが動きたらしい。動き出したらしい。すまないが爆弾の捜索は君たちにお願いする。よし。じゃあ、ここで爆弾の捜索をしつつ、ダンジョンを進めていきましょう。宝箱も回収しながらですね。敵ですが、タッコングが出てきました。あと、カプールがいますね。確かに、もうここは、敵、今までだったらね、ショッカーならショッカー。モビルスーツだったらモビルスーツ、みたいな感じだったんですけど、もうごちゃ混ぜになりましたね。ただ、問題はなさそうかな。防御力も上がってるし、攻撃力も上がってるので、まあ普通に攻撃していけば、難なくね、攻略はできていくのかなと思いますので、このまま進めていきます。新しい敵の種類出てきましたね。改造ヤモゲラスとネプチューンですね。まあこれもそんなに強いなっていう感じはしないので、ノーマル攻撃で削っていきましょう。そしてライダーブラックがようやくヒットポイントが仙台に乗りました。まあ、今までね、ブラックは攻撃力が高いアタッカーとしては優秀だったんですけど、ヒットポイントが少なくて死にやすいキャラだったんですが、ブラックも追いついてきた感じがしますね。では探索を継続します。さらに、新しい敵からカメバズーカが出てきました。これも、まずは一当たりかけてみましょう。1か。1しか通らない敵。久しぶりに見たな。カネゴンもね、確か1しか通らなかったんですよね。で、攻撃力は、どれくらいか。まあまああるな。
これ弱点がなんかあると思うので見極めが必要そうだな。88、544で、ガンダムとセブンの攻撃が全く通らないな。何なんだろう。ただブラックの攻撃はそこそこ入るし、1号の攻撃もまあまあ入りますよね。ただセブンに関しては1、まあ、ただこの状態だったら必殺技使わずに普通にご利用していきましょう。ただこのカメバズーカーの数がね、今回2体ですけど、これが、まあ、4体とかで出てくると、ちょっと時間もかかるし、消耗も激しそうだし、かといって必殺技が効くかどうかもわからないしっていうところでね、ちょっとライダー、ブラックと1号の必殺技にかけるしかなさそうですね。と言ってるところで、カメバズーカーが出てきちゃったな。そしたら、ここは久々に、必殺技を仕掛けていきましょう。結構みんなね、新しい必殺技を覚えたりしてるんですけど、節約はしておきたいので、やっぱりバルカン、ガンダムの必殺技も、カメバズーカーにはあんまり取らないですね。セブンはリライブ光線で回復させて、で連続ライダーキック、これは通るな。でフラッシュキックですね。さてそしたら目つぶしを食らったのでアイローションでセブンは回復しておきます。ガンダムとセブンの攻撃はこのバズーカ、メバズーカも効かないぞっていうのをね、ちょっと覚えておきたいと思いますね。敵キャラがいるな。ただちょっと一旦素通りして探索をします。さあでは一通り探索を終えましたので、突っ込んでいきましょう。アポロガイス。ようやくここまで来たか。ずいぶん遅かったな。待ちくたびれたよ。お前たちの探している爆弾はこの部屋の中。だが、ただでは倒産。通りたくばこの私を倒すのだ。ということで、ボス戦ですね。まあ、ここはどうだろう。回復しながら、必殺技、当てていきましょう。1か。これ、カメバズーカーと同じパターンだな。いや、ただ、ライダー系も通らないし、ウルトラマンも通らなそうだよな、この感じ。どうした、その程度か。なんだ、全く聞いてないぞ。そうだね。1しか通ってないですもんね。バリアか。イベントで一旦撤退ですね。撤退させてくれた。こんなことってあるんだ。なんかアイテムとかイベントとか起こさないといけないのかな。ジンがこんなところに来て、さっきまで1階だったんだ。あのアポロガイストはどういうわけなんだ。あいつにフィールドバリアなんて能力はなかったはず。そうだよね。全然通らないもんな。テロリストたちが手を組んだとしか考えられないということですね。アポロガイスをどう倒すかっていうところなんですが、ジンからなんかもらいましたね。ライド。こんな大事マン、俺に渡しちまっていいのか。ということなので、これで敵に攻撃が入るようになりそうですね。では、行きましょう。再び、アポロガイスの元へ。では、再戦しまーす。これでダメージが取るようになれば、必殺技を当てていきたいと思います。まずはそうだなぁ。1光線。
ライダーはパワーパンチ。アムロはガンダムハンダー。まあ、このあたりはいつも通りの攻撃当てていく感じかな。ちゃんとアイルの確認できたら、もうちょっと火力の出る必殺技に切り替えていってもいいかもしれないですね。ウェッジ光線は強いね、やっぱ。うお、ただ攻撃力も高い。ウェッジ光線入れて、ライトニングキック入れてみます。いや、ライトニングキック。ライトニングキック。4発打てない。けど、まあ、使っちゃいましょう。あとは、ピンポイントショット。で、ちょっと使えてみたかったライダー稲妻キック。これでちょっとどんくらい。しまった。フラッシュキック入れちゃったのか。フラッシュキックはもったいなかったわ。強え、3000。3000は強いだ。クリティカルが入ったとはいえ、超高火力でしたね。ライトニングキットを入れて、もうアムロは何も使えなくなった。いやー、もう一度これ、ライダーイナズムキック使いたかったなー。モンスタートキックに切り替えましょう。いや、モンスタートも1000超えか。強えな。敵の攻撃力も半端ないな。常に600ぐらいのヒットポイントを維持しとかないとやられますね、これはね。結構強いな。ここも今ね、全体攻撃でオール400以上当ててきましたよね。そしたらリライブ光線で回復しながらテクニカルポイントの回復を待ちましょう。か、もしくはアイテムで回復させてもいいかな。特にライダー系はね、攻撃力が高いので、一度テクニカルポイント回復させますか。リライブ光線で回復してる間にテクニカルポイント回復させましょう。回復させたらまたね、全力攻撃に切り替えていきます。セブンはもうしばらくの間は常に回復に専念せざるを得ないですね。全体攻撃が来てるので今。そしたら回復したらまた必殺技で攻勢を動きましょう。おお、倒した。ちょっともったいなかったかな、テクニカルカプセルが。まあ、それでも、無事に攻略完了ですね。いや、なかなか強かったですけど、冒頭で装備品を、増やしておいたのが良かったですね。負けたのか、この私が。そうだ、倒したんだ。さて、では爆弾の解体に向かいましょうか。シャドウムーンが現れた。うかつだな、アポロガイソ。シャドウムーン。ブラックさんか。なかなか成長したようだが、性格は変わってないだ。共に消えていきましたね。さあ、では中に入って爆弾の解体かな。こいつか。よし、これで爆発は止まった。あとは解体すれば、今後、てん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 。これで取り外せた。結構あっさり取り外せましたね。大変だ。ジーファ氏のアマゾンから SOS が入った。ライダーアマゾンからってことかな。今度はジーファが一体何だ。ここと同じだ。いくつかのテロ組織が共謀、破壊工作を行っている。アマゾンとチタンズが鎮圧に向かっているが、人手が足りない。じゃあ今度は、
次の都市に向かうことになりそうですね。ハロー9000からも通信です。アクシズでクーデターが発生。ここもクーデターか。なんかだいぶイベントが平行的に起き始めましたね。アクシズ全買ってください。っていうのがハローからの指令。ただ、ジーファにも行かなきゃいけない。ハヤタはつい先日終了。現在待機中。なので、本郷曰く、僕とハヤタさんでアクシズ、コウタロウ、ダン、アムロがジーファへ向かえと。ということで、ここからちょっとじゃあ分かれる形になりそうですね。僕たちもジーファ支援向かおう。はい、ということですね。この奥何があるのかちょっと行ってみましょうか。これは海底都市から出てくる出口でしたね。はい、ではちょっと短いですが、キリがいいので今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、ジーファへ向かいたいと思います。